今週の大人赤ちゃん、鏡餅の使い方が違う。じゃん、じゃ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 ん、だん、だだだだだだん、明けましておめでとうございますって、ね、もうね、1月17日でございますけれども、まあ、ポリプロ保育園、今日は新年1回目の放送でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、喋れば子育てはちょっぴり楽になる、子育て喋ればポリプロ保育園のお時間でございます。私、園長の安田美香と申します。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、ちょっと固い挨拶から始まりましたけど、私もね、相変わらずのんびり子育てについてね、本当に楽しいですけど、ストレスもたくさんたまるのが子育てだと思うので、みんなでね、喋れば楽になりますからね、みんなでね、いろいろとおしゃべりしていきたいと思います。さあ、ということでね、まあ、今年はですね、いい年にしたいなと思っているわけですが、まあ、新年1回目の放送ということでね、保育目標を何にしようかなと考えていたんですが、まあ、昨年末の目標はこちらですね。ザナン、暮れは何かと忙しい、ね、ちょっとこれ見えない邪魔ですね。それでですね、今月はこれです。こちらです。ザダン、5分に一度は面白い、はい、ということで、今月はこの目標に向かってね、頑張っていきたいと思います。じゃあ貼らせていただきますよ、ね、よいしょ、おいしょと、はい、よし、皆さんこの目標に向けて今月も頑張っていきましょう。さあ、それではポリプロ保育園校歌斉唱です。子供が生まれてからお前は子供一筋になってしまった。お前は母親である前に
に俺の奥さんだということを忘れないでほしいと旦那さんに大晦日に言われてしまいました。男の人ってみんなそんな風に思っているの。はあ、またこれはヘビーなぁ。これがね、まあ、ホリプロ保育園に最適なね、まあ、地上波の番組じゃこんなことね、喋れませんからね。はあ、こういう風に考えるのかな、男の人は。どうなんでしょう。私言われたことないですけどね、さらさら。はあ、こんなこと言われてみたいけどなぁ。あ、今日はですね、なんと、イクメンスペシャルということでね、イクメンが、お二人、後ほどご登場いただきますので、そのイクメンにね、こういうヘビーな質問は投げつけてみたいと思いますよ。責任逃れの上手な園長安田美さん。さあ、今日はですね、なんと新コーナーがスタートいたします。はい、子供と読みたい楽しい絵本のコーナーです。パフパフパフということで、はい、さあ、このコーナーはですね、徳間書店さん、そして曲アナネットさんにご協力いただきまして、子供と読みたい楽しい絵本をご紹介していきたいと思います。読み聞かせなんかもね、やっていきたいと思いますので、皆さんぜひ、あ、こんな絵本があるんだなとか、あ、この子供と読んでみたいなと、ちょっとね、参考にしていただけたらと思います。第1回目のね、絵本何にしようかなと迷ったんですが、こちらです。じゃじゃん、お助け小人とハムスターということで、こちらの5本を紹介したいと思います。ちょっと簡単にあらすじを紹介していきたいと思うんですけども、もうこのご覧の通りね、こうお助け小人がいっぱい出てくるんですよ。で、ページのね、もう隅から隅までお助け小人がね、ザザザザザッと、ね、走り回ってね、お助けしてくれるんです。まずね、こういうね、重機が、働く車が出てきて、その車を駆使して、小人さんがいろんなお助けをしてくれるっていうね、本なんですよ。こちら、ちょっと中身もね、ポイントに絞ってご紹介していきたいと思います。まずね、お見せしたいのがね、こちらです。ダダン、ねえ、これね、絵が可愛いですよね。ほんと、なんかさ、楽しいでしょ、細かいでしょ、すごくすっごい細かいですよ。ここに、まずね、はい、できますよってね、お助け小人さんが喋ってますね。これはね、お助け小人さんの、何でしょうかね、受付デスクみたいなところなんですかね。電話してますね。で、こちら、お父さんが、あー、助かった。では、お願いします。でね。で、こっちが多分お父さんの机だと思うんですけども、こんな1ページ目からスタートする絵本なんですね。ちょっと不思議でしょ？あのね、毎回、困った人がお助け小人さんに電話をするっていうシーンからどの本も始まるんです。こんな感じです。細かいでしょ、すごいよね、これね。なんかね、大人も夢中で見ちゃいますよね。もうお助け小人はあらゆるところにいて、それぞれの作業をしているんですね。寸法をきちっと測るっていうのに、ね、出てますけど、こうやって、これはショベルカーですかね。で、みんなで力を合わせて工夫しながらね、作っていくんですね。で、見てください。これなんて、ほら、定規を使ってこうやって寸法を測ってるんですね。これ人間が使う定規がまあこんな大きさで、そういうものを使って作っていくと。で、この重機とかも本当に細かく書いてあって、こんなものでこんなものを作るんだというね、ちょっと不思議な感じがしますけど、でよく見るとこのショベルカーの先にコンパスがついてて、コンパスでこうやって丸を描きながら開けていくっていう、こんな重機ないと思うんですけどちょっとした工夫ですよね。あ、こういう風にして
確かに穴開けられるな、ね、あとこっちはね、あのこれがハムスターちゃんですね。このハムスターちゃんのための回し車をみんなで作るんですけど、なんでか知らないけど、ハムスターのウエストも測ってますね。これもほら、お助けホビトさんが重機のね、これ高所作業車っていうんですかね、に乗って餌をあげてたり、その隙にね、こっちの、メジャーで測ったり、それからこの後ろのペットボトルにね、このほら糸の子ですかね、をシャベルカーでこう掴んでこう切ろうとかね、本当にね、細かく書かれてるんで、大人もね、夢中になって読んじゃいます。どん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 作っていって、いよいよ完成というところでね、こちら、はい、用意はいいかい、ね、もうだいぶできてますね。これがくるくる回る部分で、最後はお助け小人に手伝ってもらおうということになって、ここ、わかりますかね、この大きな車輪をここにガチャッとはめようというわけですよ。で、このね、台を使ってお助け小人にね、あ、じゃあハムスター君に引っ張ってもらって、ガチャンって最後これをはめてもらおうということでね、うん、これね、この後どうなるかはお楽しみということで、ぜひね、本屋さんに行って、手に取っていただきたいなと思うんですけれども、はい。
えって書いてください。驚いていただいて。なんで？何？こういうのはい、なんですか？完全にちょっと内輪の話なんですけど、部署移動しまして、日経トレンディからちょっと別の媒体に移動することになりましたので。あ、なんだ、引き抜きか？いや、まあそんなすごい。放出されたの。あ、じゃあ他の部署に行かれるという。はい。まあ、それで一緒にやっていた、はい、ヨッシーさんにですね、全て引き継いで。なるほど。はい、そういうことなんでございますよ、皆さん。はい。じゃあ、森森さん、今日は最終回ですか？そうですね。まあ、ひょっとしたら遊びに来るかもしれませんけど。あ、ぜひぜひ。レギュラーでというのは一応、最後。はい、よろしくお願いします。ヨッシーさん、じゃあ、ちょっとね、ご紹介。ご紹介ね。お子さんは、はい、何歳でしたか？今、2歳。2歳半ぐらいですね。2歳半。はい、あ、じゃあ、うちと同じぐらいかな。何月ですか？7月です。あ、6月。あ、じゃあちょっと多いです。ちょっと先輩。女の子ですね。女の子ですね。はい。なんかね、ヨッシーさんは鉄道にすごい詳しいっていう噂を聞いたんですけど。はい。はい、中学は鉄道研究部に。鉄道研究部いました。じゃあ、うちのマネージャーの南田さんと息が合いますね。はい、ちゃんと行ったりだと。ねえ。ぜひなんかお子さんにお勧めしたい鉄道コーナーとかを2人でやってもらえたらいいなと。日経トレンディでもよく電車の記事とか、あと高速バスの記事とか、乗り物全般大概なんで。バスも行けますか？バスも飛行機も行けます。そう、トレンディイクメン隊のツイッターでね、私もその子供専用車両が新幹線で走るっていうのを読んで、はい、うん、わあ乗りたいと思ったけど、そう、乗ったことありますか？ないです。私も用事がなくて乗れなかった乗りたいけどみたいなね。そうそう、ちょっとトレンディイクメン隊のねツイッターをご紹介しましょうよね。あー、ちょっとね、すいませんね、今年の目標はね、手際を良くするということなんですけど、はい、トレンディイクメン隊のまずね、前にこちら、はい、ダダン、日経トレンディネットね、皆さんもご存知かと思いますけれども、日経トレンディ本誌2月号、あれ今日はお持ちではない。ごめんなさい、忘れました。すいません、編集長。すいません。皆さんね、コンビニ書店にずらっと並んでますんでね。現在2月号発売中でございます。そして、本誌とはまた別にこの日経トレンディネットというのはね、ホームページ上にありまして、本誌の情報はもちろんなんですけれども、独自のね、いろんなお役立ち、トレンド情報が載ってますので、皆さん、今すぐチェックしてみてください。お手持ちのスマホでね。そう、そしてそのまた中にですね、トレンディイクメン隊という、このお二人ですよ、まさにね、イクメン隊が子育てグッズとか子育てのトレンドをつぶやいているツイッターがあるんです。これね、本当におすすめですよ。私ね、ほとんどここから見てね、買ったり、あと結構遊び場情報とかもあるじゃないですか、はい、それもね、結構消防隊の出初め式ありますよとか書いてあったので、そう、ね、そういうなんか情報も載ってますので、皆さんぜひね。さあ、ということで、いろんな質問をしていきたいと思うんですが、私の方でこんなご質問をご用意しました。ダダン。さあ、イクメン隊にいろんな質問をしていきたいと思います。皆さん何番を聞きたいか、もしくはね、もう質問自体を書き込んでいただいてももちろん結構です。はい、さあ数字今どうぞ書いてください。これ聞きたいというのがありましたね。さあ、ということでその間にまず私が聞きたい質問をね、みんなのも聞くけど、私が書いたからも私は全部聞きたいんだけど、どうしようかな。はい、2番、奥様へぶっちゃけリクエスト。リクエストっていうか、まあまあ、もっとこうしてよっていうことですね。奥さん、完璧なんてリクエストない。そうね、グッティ。ちょっと、ボリボリの奥さん。そんなこと言ってますよ。ね、いや、でも、子育てすると、今まで仲良かったのに、かなりの喧嘩の量になりません？そんなことないですか？増えますよね。ね、朝、保育園君にバタバタしてるとか、そう、ちょっとしたことでなんか喧嘩になっちゃうんですよね、うちはね。そう、あ
るだろう。ありますね。なんかないですか、奥さんにここはもうちょっとこうしようよみたいな。まあ、さっき、まあ、雑談みたいな感じで話してたんですけど、はいはい、まあ、こう趣味のものでこうちょっと高いものを買っちゃったりとかしますよね。なんかね、ゴリゴリね、高いの買ったらしいんですよ、この間。何でしたっけ。大人の超合金っていうのの、まあ、その模型ですよね、はいはい、大人の超合金、知ってます皆さん。大人の超合金、私全然わからない。何ですか、あの鉄人28号みたいなやつ。まあ、ちょっと違うんです。あ、ちょっと違うんだ。NASA のサターンロケットってあるの。はい、NASA のロケット、はい、うん、あの大きなロケットの、これぐらいですかね、模型なの、はい、とか、あの新幹線の模型とか、あのいろいろあるんですよ。で、結構作りがすごく細かくて、はいはいはい、え、もりもり、今おいくつ？31ですね。31でもそういうの買うの？買いますね。でも、その、バンダイの大人の超合金っていうのは、はい、大人向けなんですよ、名前のとおり。はいはいはい。ちょっと子供じゃ高くて手が出ないので。おいくらなの？ちょっと見てるから、ちょっとあんまり言うか。あ、そうですか。なんかね、内緒で買ったんですよね。そうですね。あの値段も内緒で。値段も内緒で。物は飾ってるので見えてるんで。あ、なるほど。値段は知らない。あ、女の人はバレましたけど。バレた、はい、バレました、なんでフェイスブックで。フェイスブック、はい、知り合いが値段を書き込んじゃって。あ、あれ名前のやつでしょう。で、奥さんが、え、そんなするのっていうフェイスブックをつけるんですよ。で、家帰ったらもう、え、1万円以上？もう全然そんなんじゃないですね。あれ私、あの一応お小遣いの中でやってるんで、ちょっと許してください。じゃあ相当貯めたんだね、貯めましたね。じゃあヨッシーさんはどうですか。そうですね、うん、あの、まあ、子供が2歳ぐらいになってくると、はい、食べるものが親のものが食べられるようになるじゃないですか、はいはい、だから子供用のご飯を作るのになって一緒に、まあ、同じものを食べるようになるんですけど、うん、そうですね、ちょっと自分には物足りない、要するに子供向けに作るのに例えば栄養があるようなものがあるので、はい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 、ちょっとその自分の食べたいものを作ってほしいなと思います。もっとしょっぱくしてよ、ね、もっとカレー辛いの食べたいよってことでしょ。そういうね、確かに子供向けに作るとね、ちょっと味付け薄めにしますからね。野菜ばっかりみたいなちょっと肉ないのに常に精進料理みたいなそうですよね、もっとちょっとジャンクなもの食べたいって思いますよね。確かにそうだな。そう、うち今ドーナツがブームで、もう駅降りると、駅降りて改札のすぐ横にパン屋さんがあって、いつもママドーナツドーナツ食べようよとか言ってもう勝手に入ってってドーナツ掴んじゃうんですよ。でもう、すいませんじゃあ買いますとか言ってでドーナツばっかり食べて、でもなんかほうれん草とか食べさせなきゃって母親は思うじゃないですか。どうしたらいいのみたいな状況なんですけど。なるほどね。でもそれは分かるな。分かりますよ、それはね、うん、あ、私これ聞きたい。子供に何て呼ばれたいって。あ、皆さんどうですか、ママとかパパとか。でもお父さんって呼ばれたい派ですか。うちお父さんですね。え、呼べますもう。いや、今お父さんって言う。え、それはやっぱりお父さんって呼ばせたい。そうですね。そう、なんかパパってなんか照れません？ちょっと照れます、ね、私ママがちょっと照れくさくて、なんか古風にお母さんで呼んでほしいなと思ったりするんですけど、でもやっぱり呼びやすいから、ママ、そうですよね、パパ、どうしてもそうなっちゃいますよ ね、うん、ね、うん、保育園でも多分パパとかママって言ってるので、多分そっちの方が早く覚えそうな気がします。そうですよね、あのゆずちゃんパパ来たよとか言われません、ね、先生が使うから、うん、思うんですけど、まあ、しょうがないから。ヨッシーさんはどうですか。うちも同じで、あの、まあ、別に理由はないんですけど、パパって呼ばせるのはちょっと嫌だなとか言って、あ、お父様って呼ばせようっていう作戦をしたんですけど、そうですね、お父さん、お父様って呼ばせようって言ってたんですけど、結局あの おばあちゃんたちがパパ、あ、じゃん、言っちゃうっていうのが、はいはい、おっしゃるので、今の
難しいね、このおじいちゃんおばあちゃんとの、ね、関係もありますからね。でも子供はなんて面白くて使い分けをするんですよね。なんで頼む時とかはお父様って言ってすごい。で普段はパパとか言ってで、どうでもいい時はうちの奥さんが僕のことをあだ名で呼んでるんですけど、あだ名で呼ばれたりとか。ちょっと小悪魔系。そう、なんかちょっと使い分けですよね。怖い。なんか女の子ってちょっと賢いのかな。なんかそういうのある。うち同じ2歳半ですけど、全然もっとぼーっとして、離れてぼーっと。じゃあ、でもお父様って呼ばれる瞬間もあるわけですね。たまに、あこの人誰とか聞く、うん、聞くと、お父様って言うんですけど。おー、すごい。お父様ってまた、なんかいいね。お父上とか。お父上とかね、そういうの面白いですね。何時代だろう。時代背景が全く見えないけど。そうですね。あ、ちょっと3番聞いてください。4番がいいです。全部になっちゃった。全部になっちゃった。どうしよう。じゃあちょっと3番聞きましょうか。パパ、こんな時には褒められたい。あるでしょ？もっと俺褒めろよっていう瞬間。いろいろやってて、地味に上手くなってってるはずなんですよ。例えばおむつ替えとか。子供になんかこう薬飲ませてあげるときとか、手際が良くなって、なんかおむつ替え最短記録更新みたいなことを自分の中でやってても、まあ奥さんからするとみたいな、まだ早くなったのみたいな、そうそう、俺私の方が早々的な感じじゃないですか。細かいんですけど、なんかその小さなそのなんていうか、ステップアップに気づいてほしい。なるほどね。それ大事ですよ、世の中の奥さん。絶対私ね、洗濯物の干し方をいつもなんかチッと思っちゃうの。なんかなんでこんなに効率悪く干すのかなって。なんか例えばさ、タオルだったらさ、ピンと張って干した方がアイロンかけなくて済むでしょ。だからピンと張ってよと思うんだけど、いつもなんかビヨーンってなるんですよ。なんかビヨーンって、なんかいつもへーって思って、でも口で言ったらやってくれたのも悪いからもう速攻直すんですけど、でも速攻直してるのも気づいてるから良くないなと思うんですよね。任せるときはやっぱ任せないと思うんですけど、いつもなんかやり直しちゃうんですよね。そういうことでしょ。なんかそういうことですね。ちょっとね、そういうことじゃないか。多分前回に比べたらちょっと理論から伸びてるかもしれない。そうだよね。前よりシワが少なくてありがとうとか言ったことないもんね。じゃあ残っちゃう。ヨッシーさんはどうですか。そうですね、うん、こんな時は褒められたい。結構こっちが、まあ、当然分担してやるっていうのはあるんですけれども、うん、結構無理してやる時もあるじゃないですか。仕事が忙しいと か、うん、なんかそういう時はもうちょっと褒めてほしいなって思いますよね。そういう他の要素も含めて、うん、だからなかなかそれやるっていうことになってたら、うん、まあ、それもちょっと当たり前になってきちゃうので、うん、ね、うん、やってもだって決めたじゃん、ね、うん、でも俺、校了前にこんな試合するのにみたいな、この人たちは大変なんですけど、とらわれの身ですから、締め切り前はこんなことやってらんないんですよ、はい、4番最後にしましょうか。うちの子可愛いと感じる瞬間は、うん、まだ喋るようになったんですけど、言葉したったらそれなので、うん、なんとかはたーって言うんですよ。それはすごい可愛い。語尾がタワーですか。なんとかはサラって言いたいんですけど、あーこのご飯がタワー、ママはタワーって。そうそうそう、私が言っても全然可愛いきっと可愛いでしょう。あーそうやタワー、それ結構夫婦でそれを真似をちょっと言ってたら、でも確かに子供のなんか言い方って映りますよね、うん、こっちもなんかついつい真似して、ね、あ、さしすせそは全部立ちつてとになっちゃうんだよね。確かね、子供はね、いつだからそれを言わなくなるのかなと思って、言わなくなったらちょっと嬉しいような悲しい、うん、ちょっと寂しいですよね、嬉しいけど、うん、なるほどね、はい、ヨッシーはヨッシーでいいキャラ感持ってきてますよ。なんで上からなんですか。ちょっとこの人鉄道強いんですよ。見てろよっていうことでね。モリモリどうですか。最近、まあ、結構お散歩、まあ、しっかり小走りぐらいできるようになってきたんで、はい、行くんですけど、うん、散歩行きたくなるとこうズボンの端っこを持ってこうふんふんって行こうよって、あこいつやるな
女の子ですもんね、お二人ともね。そんなことをと、うち男なんですけど、全くしないです。引っ張ってこう顔面遣いでじーって見るんです。え、言わないんですか、言葉を。まだちょっと言葉はちゃんと持ってないんで、うん、まあとか言ってるんですけど、目で伝えてくると、うん、まあ、これは怖いになるぞって。これ嫁に出すとき大変だね。今の1歳児、2歳児、覚悟しろ。メロメロだね、そんなことされたらね、パパはね。ということでね、さあ今日はですね、パパスペシャルということでね、肉麺隊の2人にね、いろいろ質問してきましたけども、本来はですね、このコーナーはね、グッズを紹介するコーナーなんですね。子育てグッズ、毎回ね、ご紹介いただいてるんですけども、今日はどんなものを紹介していただけますか。はい、こっちからいきますか。まあ、いろいろ、はい、子供と、まあ、親を対象にしたアプリがあるんですけど。アプリ、はい、はい、あ、これ iPhone で見られる、はい、これファミリーアプスっていう、まあ、家族向けのアプリが何個か入ってるやつなんですけど、はい、その中のですね、お仕事体験っていうのを見るんですね。はいはい、ここなんか出てきたの。これ結構企業とコラボしていて、はい、まあ、その企業の業種にちなんだあのゲームができる。はあ、キッザニアみたいなことですか。みたいなですね。はあ、はい、で、この一つ、これあの、お、かわいい、はい、一緒に作ろう、元気、元気色ご飯ですかね。はあ、はい、っていうので、ご飯を作る、これご飯を作る、料理を作るアプリなんですけど、あ、このライスを作って、はいはいはい、ありますね。え、もうこれ子供向けのアプリなんですか。そうです、そうです。で、ここに必要な野菜、はいはい、出てきてると思うんですけど、取ってきてねって、まあ、ママが言ってますね。これ畑がちゃんと出てきて、畑まで取りに行くんだ。これかつ葉っぱで見分けなきゃいけないので、これ大人でも楽しめますね。そうなんです、だからこれ勉強になるんですよね。へー、これ玉ねぎ、はいはいはい、お、必要なものを抜いていくと。あ、間違った。本当だ。トウモロコシだと、はい、OK ですよねみたいになって、で、今度は作る段階に入る、はい、いざ作りましょうと、はい、はいはい、これで、これこう、はい、あ、切って、おお、すごい早い。ほら、みじん切りできちゃった。これ、もりもり触っただけ、触っただけですよね。へー、野菜入れて、なんかこう、炒めるみたいな。本当だ、矢印の通りに指を動かすと、本当だ、あ、できた。すごいね、これ。ご飯入れて、はい、今度混ぜる。あ、混ぜろって、ちゃんと。おー、これ、指一本でこんな遊びができちゃうんですね。へー、すごいな、これ。できました、完成です。はい、まあ、その他にも、いろいろ他に、業種ごとに、はい、勉強になりながら、ね、料理の作り方とかもね、はい、なんかあの子供って結構やりたがるじゃないですか。そうですね、でも包丁まだちょっと持たせられないからみたいな時にもいいですよね。いいですね。へー、え、無料？無料です。無料ですやった、はい、なるほどなるほど、はい、今のは普通に iPhone とかで、アイフォンと Android両方アプリがある。まあ、ちょっと中身の内容は違うかもしれないですけど、そのアイフォンが一応両方無料アプリということでありますので、はあはあはあ、LINE っていう最近、まあ、皆さん入っていると思うんですけど、ね、LINE、その LINE の中に LINE Kids というですね、新しいアプリのサイトみたいなのができまして、はい、そこに子供と遊べるようなアプリが結構入ってるんですね。その中から一つのリズムプラスっていうものをちょっとご紹介して。リズムプラス、はい、すごいね。 LINE でもアプリもできちゃうの。これはですね、はい、あの親子で、うん、親子の絆を深めるんですけど、はい、この音楽に合わせてこのいろんな、太鼓とか叩く。そうするとここに出てきて、この会話のところに来た時にその絵のものを叩くんですね。これが絵のものを叩くんだ。恥ずかしいですけど、結構大変ですね。例えばこれ太鼓とか、あ、はいはい、太鼓の絵が来たら、で下と上で分担して叩くんですよ。だからお子さんが下やって、はいはい、親が上をやるとか、そうすると両方でやるっていう。あ、そこですね。
あ、わかった。あのゲームセンターにあるやつと一緒だ。はい、そうですね。ってことは両方一斉に置かないといけないですね。本当だ。結構難しいんですよ。っていうアプリです。で、まあ、ここであのどのくらいできたかっていうのが、このインジケーターで表示されるということですね。はい、ちょっとした反射神経も、そうですね、ね、鍛えられそうな。はい、これも無料です。あれ、無料のは1個でしたけど、なんかもっと有料の。有料の方に行けば、いろんな歌ができる。ね、車の中とか音が出るものであれば、まあ、車のタンカーで出せるとか、そうね、飽きてきた時にちょっとスッと出すとかね、はい、あ、そうですか、なるほどな、こんな問題は、いやー、しかも無料です無料に弱いからはい、ということで、今日はね、お子さんと楽しめるアプリのご紹介をしていただきました。ですね、このアプリね、私もちょっと実際に子供と使ってみて、お家でね、でそれを使用感をまた、日経トレンディネットさんの方に、記事を掲載したいと思います。次回2月7日、ホリプロ保育園の応援日に、日経トレンディネットに掲載されますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。ちなみに今日はですね、前回かかずゆみさんと、一緒にお試しした宝富アーツさんのおかしなシリーズの記事が掲載されてますので、皆さんね、ぜひぜひチェックしてくださいね。はい。さあ、今日はですね、もりもりさんが、まあ、今日ちょっと卒業ということでですね、大変簡単ではありますが、卒業式を行いたいと思います。はい、もりもり君、立ちたまえ。はい。足がしびれ、はい、こちらです。ザザン、はい、安田の手書き汚いということでね、はい、卒業証書、トレンディーイクメン隊モリモリ殿、あなたのイクメンっぷりをここに称えます。ブラボーモリプロ保育園理事長安田美香、よく頑張ったね。ありがとうございます。いや、もちろん慌ただしくね、起動したので、ありがとうございます。皆さん、もりもりさんね、まあ、ここが知り合ったのがご縁でございますから、まあ、子育てのね、友達として、皆さんね、これからもね、いろいろ仲良くしていきましょう。あのね、このハンコを、私一回、自分の母印にしたの。そしたらね、すごい気持ち悪くなっちゃって、もう一枚買いに行ったの、症状が。今度はホリプロ保育園のね、印鑑を作るのがね、私の今年の目標でもあるんですけど、もりもりさん、本当に子育て情報をたくさんありがとうございました。そしてヨッシーさん、これからね、よろしくお願いします。鉄道もぜひやりましょうね。子供好きですから、鉄道。ね、さあ、ということで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。エンディングはですね、今週のエンジングのコーナーです。皆さんから送っていただきましたお子さんの可愛いお写真をご紹介して、エンディングとさせていただきます。さあ、今週のエンジングは、こちらですね。はい、コジさんから我が家の3兄弟ですといただきました。こちらは平塚の馬乳のお花畑に立っているのが優吾と愛沙です。そしてもう一枚がこちらですね。我が家のプジョルことサホちゃんです。プジョルなんですかね。全然プジョル顔ではございませんが、もしかしてサッカーがすごい上手い女の子なのかな。え、プジョルってサッカー選手ですよね。そうですよね。はい。といただきました。三兄弟か。男、女、女なのかな。そうそう、はあ、なるほどね。3人の子育てってどんななんですか。ですよね。恐ろしい。そうですよ。想像できないですよね。ねえ、ねえ。でもな、楽しそうですよね。なんか私、子供って多い方がいいかなって最近すごい思ってきて、なんか一緒に遊ぶじゃないですか、子供同士で。そういう体験もすごい大事だなと思って。はい。せっかくなんで、もりもりの娘の。あっ、もりもりの娘、今週のエンジング。お一人。もう一人いっぱい雪降ったんで、あー、かわいい、等身大雪だるまを作ってる。あ、同じ身長ですね。そうそうなんです。かわいい。
2歳今1歳6ヶ月ぐらいですね。そっかそっか、はい、でももうなんかなりきってますね、ゆずちゃん。なんか寒くてあんま動けてない固まってるのもう雪だるまの気持ちになってる。結局雪だるま作ったのは私だけなんで、ゆずちゃんはこうやって待ってた。そういうもんですよね。結局親がやる、親が楽しむってね。はい、ということで、あ、浩司さんありがとうございました。さあ、トレンディークメン隊から今日はですね、もりもりさん、そして新登場、新登場、初登場ですね。物はね、お菓子みたいね。初登場、ヨッシーさんに今日はお越しいただきました。ありがとうございました。さあ、来週、来週ですね、次回は、2月7日木曜日12時からの生放送です。ぜひ、そちらもお楽しみに。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。